地後前駅は、広島県2日市市地後前5丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は M36。地後前駅は1925年、宮島線が、広島電鉄の前身である、広島ガス電機の路線として、2日市町駅から延伸してきたのに合わせて、開業した。当駅から先、宮島口方面については海岸を埋め立て,て、 線路を付設する予定で工事に時間がかかることや漁業権保障の交渉が必要なことからこの時の延伸は事後前までに限られた。開業に合わせて広島ガス電機は海運業に進出、駅西方に桟橋を設け、沖合に浮かぶ厳島までの連絡線を就航させた。この桟橋は東駅より 1km ほど離れた場所にあったため、 宮島線では当駅の先0 3トルほどの位置に地後前終点駅を置き、連絡線乗り換えの便宜を図った。それでも、三橋までは0 8トルほどの距離があり、乗り換え客は徒歩、または乗り合いバスでの移動を要した。駅開業のちょうど1年後、1926年に宮島線は地後前から三橋のある、 新宮島駅まで1 1トルの延伸を果たし、桟橋までの乗り換えの不便は解消された。合わせて、事後前終点駅は廃止されたが、付近では同じ日に、事後前海岸仮停留場が開設されている。この停留場は当地に開かれた、海水浴場の利用客のために設置され、火器のみ営業を行う臨時の停留場だった。事後前は、 広島からの海水浴客で賑わったが、停留場は1930年以降に廃止されている。地後前駅はホームが地面に接する地上駅である。ホームは2面あり、2本ある線路を挟み込むように置かれるが、互いのホームはハス向いにずれて位置している。路線の起点から見て、手前にあるのが広田西広島駅方面へ向かう、上りホーム、奥にあるのが広田宮。 島口駅方面へ向かう下りホームで両ホームの間には踏切が設置されている。このようなホーム配置により電車は両方向とも踏切を過ぎてからホームへ入線するようになっている。駅がこのような構造となったのは1987年のことで、これには客が電車に乗ろうと無理に踏切をくぐってホームへ渡るのを防ぎ安全を確保する狙いがあった。 上りホームの広電西広島寄りと、下りホームの広電宮島口寄りには、かつて宮島線内で運行されていた、鉄道車両用に使われた高床ホームが残されている。20日市市統計書によると、2018年度の1日平均乗降人員は1021人であった。事後前駅の乗降人員は、以下の表のように推移している。 1997年から1998年に利用者が落ち込んでいるのは隣接する JA 広島病院前駅が開業したためである。地御前神社前にある地御前海岸仮停留場のホーム跡駅東側の国道2号を越えるとほどなくして瀬戸内海に出る。宮島線は当駅から先、広電宮、島口方面は海岸線に沿って走行する。この付近では 夏季の養殖が盛んで、海面には、たくさんの養殖イカダが見られる。西側は、完成な住宅街が広がる。南へ、徒歩10分の距離には、五福島神社の拙者で、五福島の戦いで、毛利市の拠点となった地獄前神社がある。歴史説で述べた地獄前海岸りて流城は、この神社前に開設されていた。現在も神社前を通る宮島線の線路脇には、 ホームが残されていて、走行中の電車内からもその意向を見ることができる。広島電鉄、宮島線 JA 広島病院前駅、地後前駅、阿品東駅。ありがとうございます。